識もね、とても良くなりましたね。大丈夫かな。これ Wi-Fi じゃない方がいいのかな。でも有線こっちまで持ってこれない。持ってこれない、はい、うわぁ Wi-Fi も Wi-Fi で前からこれだったっけ。僕のです。ちゃんとつながるあれじゃないとな、 Wi-Fi じゃないと一番安心できるものなんですよ。あ、これで、うん、安定してくれたら。うん、まだ繋がってない。今繋がってるますよね。繋がってる。オンライン、うん、すいません、ツイキャスの方ちょっとね、屋外なんで、Wi-Fi のなんか接続がなんかいまいちらしくて、うん、ご迷惑かけてます。すいません。諦めないで見ててください。はい、途切れなるかもしれないですけど、よろしくお願いします。曲の裏に声が乗ってましたって。曲の裏に声が乗ってましたって。曲の裏に声が乗ってました。ツイキャスでしょ。逆に曲が入ってたんじゃない？カリンさん見てくれてるんだ。ありがとうございます。先ほどはコインも。はい。はい、FM ギノワンレッツ深呼吸、ビアガーデン B サイドからお届けしてます、はい。本日のゲスト、中村薬局の中村正宗さんです。はい、メンショレ。こんにちは。こんにちは。薬局の中村正宗です。今日はね、中村さんからいろいろダイエットにアドバイスがいただけるということで、うんうん、特にもう僕本当に切実なんでいろいろ、きつくおっしゃってください、はい、これはダメとか、はい、あれはいいとかっていう感じで、うん、はいはい、ぜひね、もうこういう景色のいいところ来ると、はい、もうビールは飲みたくなるわ、本当に。もうこの時間になるとうまいの、うん、ね、スペアリブとか、はい、もうビールに合うじゃないですか。やばいね、ね、はい、ああいうの食いたくなるんだよな、ね、はい、もうピザも大好きだし、はいはいはい、もう基本的には、はい、炭水化物大好きだよ。あ、炭水化物、ご飯、パン、麺、うん、大好きなんだけど、はいはい、よくないっていうのは何度もダイエットチャレンジしてるから知ってます。なるほど。だけど、はい、体重落ちない。うーん、はい、ねえ、まあ中村さんの方から、はい、まず何ていうんですかね、基本的なダイエットのあれっていうか、はいはいはい、今リッキーさんのお話ちょっとお伺いして、はい、まあお酒も好きで、はい、まあ、そういう炭水化物も好きっていうことなんですけど、うん、結構飲まれる回数は多いですよね。そうですね、お酒好きですね。本当に週に5回ぐらいは飲みますね。5回ぐらい、はい、なんかお酒自体も太るっていうか、うんうん、お酒も太るイメージあるんですけど、うん、お酒と、あとやっぱりおつまみが結構重要です、うんうん、お酒自体はカロリーはあるんですけど、うん、アルコールっていうのが実は、うん、エンプティカロリーって言って、このすぐ残らないカロリーなんですよ。残らないカロリー、残らない、うん、飲んでもこの脂肪としてつきにくい。あ、そういうことか、うん、アルコールですね。アルコール自体は、はいはいはい、ただ糖質が高いのとかは、うん、やっぱその糖質はカロリーとして溜まっていきます、うんうん、一つ聞きたいのが、そのお酒の種類によってカロリー高い順って何なんですか。はいはい、あれはある、一番カロリーですね、あ、はい、カロリーが高いっていうのも日本酒とかなんか、ね、日本酒とかいろいろあるじゃないですか、あれは大きく分けて多分アルコールのカロリーも入っての表示なんですけど、はい、私たちが見るのは蒸留酒と醸造酒、はい、泡盛みたいな蒸留されて作られたお酒と、はいはい、あと醸造酒っていうのは熟成させた、はい、発酵させたみたいなお酒は、はい、ビールとかワインとか、はい、日本酒とか、はい、ああいったのはやっぱ糖質が多いんですよ。ワインも多いんだ。多いんです。で蒸留したお酒はもうアルコール、ほぼアルコールだけなんで、はい、まあ糖質が ほぼ少ないんですよね。あ、そういうことか。あ、はいはいはい。じゃあ青森は蒸留酒ですよね。そうですそうです。
で青森とか、うん、ウイスキーはじゃあいいんですね。そうですね、この部分的に切り取ってみたらですね、はい、うんうんうん、あ、じゃあハイボールとかはもうハイボールとかが全然いいんだね。ビールよりはあのダイエット的にはいいと思います、うん、ビールよりは、はいはい、うーん、一番カロリー高いのはやっぱり日本酒、日本酒とかワイン、多分ワインとか、まあ、うん、ただ青森もカロリー的に見るとカロリーはある程度あるんですけど、はい、それはあのアルコールのカロリー、はい、うん、が入ってるんですけど、うんうん、このアルコール自体は実際は残りにくいんですよ、体に、はい、うん、脂肪にはならない、なりにくい、もうすぐあのエネルギーとして発散されるというか、顔が赤くなったりも、うんうんうん、熱でバーって発散されますよね、はいはい、ほう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 、ウイスキーハイボールね。で、そのお酒飲みながらのおつまみが結構体にとってはたまりやすいです。食べないと飲めないタイプだからな。中にいるじゃないですか、はい、お酒飲むときはつまみ食べれないっていう人、ああいう人やっぱり見てたらね、うん、もう細い方が多いもんね。そうですね、飲めば飲むほど食べるからな、うん、はい、そうそうそう、はい、え、ちいかも、うん、自分食べ物がないと飲めない。ちいか全然もうガリガリじゃん。飲み続きだったら太る、さすがに。あ、本当に食べるから飲んでたら、はいはい、あ、そう、うん、あ、じゃあセーブしてるってこと。あ、一応やりますよ。あ、偉いね、うん。やろうよ気にしてるならやろうよあ、やっぱりね、それが良くないっていう。私も結構飲むの好きなんですけど、うん、やっぱり食べたり飲んだりしたら上がるんですよ、体重、うん、体重上がるんだけど、うんうんうん、翌日とかでなるべく調整するようにしてます、うん、これが上がったまんまずるずるいくと、うん、やっぱり肉としてつきやすいので、もう絶対いけないっていうのは、はい、飲んだ後の締めのラーメンとか、はいはいはい、ヒージャーとか行くじゃない、みんな、はいはいはい、あれはもうダメってことだ ね、 そうですね、基本的に。もうダイエット的には NG ですね。 NG だよね、もう一番上がりやすい、まあ、たまにやらかすんですけど私も、はい、でもまあそういうことがあっても翌日また調整するってことですよね、はいはい、調整っていうのはその翌日、うん、何も食べないとか、いや、一食だけでするとか、まあ例えば糖質、ビールを糖質取りますよね、はい、糖質が多かったなとか、まあだったら翌日は糖質抜きとか、糖質抜き、うん、はい、糖質を少なくしたり、うん、あとはビールでビタミンとかミネラルが消費されるんで、はい、分解されるとか、うん、そういったのを野菜とかで、ね、うん、意識して取ったり、野菜とか海藻とか、うん、キノコとか、うん、そういったので取ることでまたそういうやっぱ栄養が偏ってても、うん、不完全燃焼して太りやすくなるんで、うん、やっぱそういう栄養素も考えながら、あ、その辺がね、落としながらですね、やっていきます。翌日に調整する、はい、するってことですね、うん、翌日、2、3日ぐらいで、2、3日、うん、あ、1日だけじゃ、はい、ダメなわけですね。そうです、そうです。ハリーさんからツイキャスで、なるほど、悪酔いしないお酒がいいのかなって入ってますね。そうですね、うんうん、やっぱり蒸留酒っていうのは割り酔いしにくいですもんね。ほー、うん、そうなんだ。そうです。へー、青森とか、うん、まあ飲みすぎたら酔っ払うけど、うんうんうん、醸造のビールとかワインとか、うん、日本酒っていうのは結構不純物というか、うん、まあそういう、うんうんうん、しっかり蒸留されてないじゃないですか、うんうん、そういうのはやっぱり残りやすいですね、うんうんうん、あ、そうなんだね、はい、へー、もう 2,3 日で調整するっていう、はい、あれが大事かもしれないですね、はい、じゃあ、そうですね、まあ、そこに、うん、運動を入れたりとかっていうことですか。そうですね、やっても運動できる方はやったりとか、食べ物で調整した方がいいかもしれないですね。食べ物で調整、食べ物、運動ももちろんですし、うん、まあ運動できない方は、うん、食べ物、カロリーが低くて、はいはい、腹持ちがいいのって何ですかね、はい、カロリーが低くて腹持ちがいいのやっぱついつい、ね、やっぱ食べちゃうんだよね、はい、野菜だけで調整しようと思ったら、はいはい、ちょっとやっぱ小腹減ってるからポテチ食べたりとか、はい、一番良くないよね、はい、ポテチとかはね、間食ね、はい、そうですね、うん、そうですね、栄養が偏ってると、うん、結構バランスが悪いと脳みそが栄養不足した栄養素を求めてまたお腹すく
仕組みがあるらしいんですよ、うん、だから、うん、結構偏ってる食事、うん、まあ例えば五大栄養素ってあって、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、うん、こういったのがバランスが悪いと、うん、結構食べてもまたちょっとしたらお腹空くっていうか、体が求めるというか、ちょっとこれじゃ勘違いっていう感じですか、はい、お腹空いたっていう勘違いを起こして食べちゃうみたいな感じですか、うん、そうですね、うん、まあ、あの実際栄養が足りてないので、うんうんうん、例えばミネラルとかタンパク質、うんうん、野菜だけ食べたらねまた偏るじゃないですか、だから全部バランスよく取るっていうのが大事ですね、うん、だからカロリーが低くて、うん、まあ腹持ちがいいっていうのは和食、うん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 、日本食、まあ一汁三菜とかご飯、味噌汁、おかず3品、うん、みたいな、こういう食事がいいって言われます。なかなかバランスがいい、まあそれ聞きますけどね、はいはい、なかなかね一人暮らしとかはい、はい、ねできない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、だから例えば、まあ、パン食べるときにパンだけじゃなくてちょっとサラダもつけて食べるとか、はい、あとちょっとタンパク質、チキンでも、うん、肉でも魚でも、うん、まあちょっと一緒に食べるとか、うんうん、ちょっとイメージしてするだけでも、うん、パンだけよりはいいと思います。あー、なるほどね、はい、そっか、ちょっと工夫する、工夫しないといけないですね、はい、好きなのばっかり食べてると、はい、まあ、最近はあまり食べないんですけど、はい、パントーストして、はいはい、でピーナッツバター塗って、あー、はいはいはい、最悪ピーナッツバターね、はい、美味しいですけどね美味しいのはカロリー高いの多いっすよね。あ、やっぱピーナッツバターそうだよね。今日誰かのフェイスブックで見たな、はい、また忘れかけてたんだけど、はいはい、もう美味しそうなトーストにピーナッツバター塗って、はいはい、その上にバナナをね輪切りして乗っけて、はいはい、絶対美味しいさ、うん、これうまかったって出てる、あ、こういう食べ方もあるんだ、まあそうだなって思ったんだけど、やっぱりこの辺やっぱ気をつけて、ね、まあダメってことはないですけど、うんうん、まあだから1日全体で通してどっかで調整すればいいかなとは思うんですよ、うん、全部3食もこういうのだったらやっぱ結構カロリーオーバーになるんで、うん、まあ好きなものを食べないとやっぱり長く続かないじゃないですか、うん、ダイエットもね、うん、だから3食でまあ食べたいものは食べながら、うん、あとの2食で調整するとか、うんうんうん、そういうやり方だと結構無理なく、うんうん、長く続くやり方ですね、はい、やっぱり中村さんも、はい、週に運動とかどのぐらい取り入れてるんですか。今は全然やってないですけど。全然やってなくて、はい、ただもうちょっと最近先月の末ぐらいからちょっと朝歩こうかなと思って、うん、30分ぐらいですけど。でもあれなんですよね、中村さんももともと太ってたって、はい、そうですね、今より一番体重があるときは今のプラス10ぐらいです。プラス10、はい、でそれからダイエットに成功してリバウンドなし、はい、あ、そうですね、それから自己流でやって、はいはい、ちょっと体重を落としたんですけど、うん、で今うちでやってるダイエットで6キロぐらい落としたんですよ。4キロぐらいはまあ自分で食事制限、食事気をつけたりしながら落としたんですけど、うんうん、まあお腹周りが落ちなかったので、うんうん、まあ今薬局でやってるダイエットがあるんですけど、うん、なんかそれ、はい、気になりますね、薬局でやってるダイエットっていうと、はい、そのまあサプリとか、使ってやるダイエットなんですけど、漢方とかで、要は脂肪をこう減らしていくダイエットなんですけど、うん、でそういうので脂肪がちょっとそういうのも力も借りながら、はい、それは何、代謝を上げるっていうこと、それともあもう脂肪がつかない、脂肪分解したりとかするっていうものを使うんですけど、うん、それ漢方かなんか、まあ、あ漢方いいですね。でそういうのを飲むだけではなくて、うん、まあ本当はそれプラス生活習慣も見直さないと厳しいんですけど、うん、やっぱこれだけ飲んどけばっていうダイエットはあんまりないんですよ。あですよね、はいはい、ただ運動して脂肪を減らすのは結構根気がいるんで、うん、それのスピードを助けてあげるような感じですかね、うん、はい、うん、スピードを上げて、うん、そういうカウンセリングをやりながら、はい、ダイエットをサポートしてるっていう感じですか。そうですそうです、うんうんうん、週に1回通ってもらいながら、うちではグラフつけるんですよ、はいはいはい、体重のグラフつけるんですけど、まあそのグラフ化体重日記っていうのがあって、うん、でそれを見ると客観視できるんですよね、うんうんうん、まあ例えば
今リッキーさんは今自分こうなんだっておっしゃって、うんうん、大体ね客観視はできてるとは思うんですけど、結構意外に実際に数字で見てみると、うん、あれおかしいな、あんまり食べてないのに体重上がってるなっていう時もあったりするじゃないですか、うんうんうん、だから結構このグラフがないと実際結構ずれてたりするんですよね、自分ではこう食べてないつもりだけど、一時期流行ってたの、はい、レコーディングダイエットみたいな、そうですね、もう全部つけてつけたり、うんうんうん、まあうちはもう体重だけやってるんですけど、あ、うん、まあ食べるものも書くと大変だから、うん、体重で見て体重で あれって思うところを思い返してもらって、うん、変えていく、こういうことをやっていくと、うんうん、結構グラフもやってる人が見れるようになってくると、うんうんうん、自分の生活のズレというか生活と自分の感覚のズレが分かってくるんで、うん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 、でそういうのが分かってくると結構自分でコントロールできるようになってくるんですよ。じゃあもうダイエットをもう本気でやる人は、はい、もう必ず最低1回体重計には乗ると乗った方がいいです、うん、はい、1日1回でもいいですよ、うん、はい、うん、リキさん乗ってる？前ダイエット成功してる時は乗ってたんだよ、うんうん、だから乗るの楽しいもんね。乗らなくなったら、はい、自分でベルトの感じとか、はいはい、靴下履くときとか、はい、分かるわけ、あ、ちょっとオーバー気味だな、分かるそしたら、うん、乗るのやめとこうみたいなしばらくはい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 、あ、じゃあ最近全然乗ってないんだ、うん、この間、あ、2、3日前かな、うん、久しぶりに乗ったら、うん、やっぱりみたいな感じ来てた、来てるな、来てた、だと思ったよと思いながらさ、1日1回は乗ること、はい、自分もリバウンドしてない、まあ、上がっても戻すんですけど、それ気づくのはやっぱ毎日乗ってるからなんですよ、うん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 、だからちっちゃいうちに、あ、中村さんでも毎日乗ってますもちろん、はい、毎日乗ることですね、そうですね、まあ、そうだよね、はい、乗ったらちょっと意識はね、うん、つくもんね、で上がってたらまた戻せばいいし、うんうんうん、上がってなければまたそのままでもいいので、うんうんうん、はい、まあ最近ねお昼午後過ぎたら、はい、いろんなテレビショッピングとかで、はいはい、この腰をゆらゆらするのとか、はいはい、何もしなくてもテレビ見てるだけで、はい、ウエストがね、くびれますとかってやってるじゃん、はいはいはい、よく見てるね、結構かっつり見てるでしょ、いやいや目に入ってくるさ、うん、だから、あ、まあ、こんなの、ね、騙されて買う人いっぱいいるんだろうなと思いながら、うん、あんなのもう昔からあるじゃん、はい、うんうん、ありますね、ね、はい、まあ、あれ何もしないよりは効くかもしれないけど、西太蔵さんがね、元議員さんがこのあれ BMI っていうの、はいはいはい、ね、ピクピクピクってさ、うん、やるやつ、今結構ね流行っててね、うん、流行ってますもんね、ロナウドだったサッカーの、はいはいはい、もう出ててさ、はいはいはい、シックスパッドとかなんとかってやってんじゃん、はいはい、あれすごい、まあ、ギャラすごいと思うけどね、うん、確かにどうなんだろうな、あれ CM がすごいかっこいいっていうかさ、うん、あれ売れてるからあれだけ出せるんだろう ね、 そ う、 ですね、うち扱ってないからあれなんですけど、まあそれを扱って、うん、なんかダイエット取り入れてるところもあるみたいなんですけどね、 うちはちょっと分からないですけどね、あれ、うん、どうなんですかね、あ、かりんさんからまた質問ですね、はいはい、体重を測るベストな時間帯ありますかって、あ、そうです、これちゃんと言っとかないといけなかったんですけど、はい、体重を測るときは朝起きてすぐですね、すぐ、はい、トイレも行く前、一番最初すぐ起きてからもうすぐ、うん、すぐすぐ乗る、気持ち的には、はい、おしっこも出して、はいはいはい、便も出して、はい、体をちょっとでもね、軽くして乗りたいっていう気持ちもありますよ、ね、あるけど、うん、そうじゃなくて起きてすぐ、はい、これなんでかっていうと、うん、前日と比べるためです、前日の朝と、うんうん、朝起きてすぐと同じ条件なんで、うん、あ、条件が一緒なんで、はいはい、1日で結構体重って変動するんですよ、うん、あ、そうですよね、うん、今日は昼ご飯食べてないからちょっと減ってるとか、はい、で変動するんで、うん、タイミング合わせないと前の日から痩せたっていうのがわからないので、うん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 、だから朝起きてすぐ、うん、で、まあ、できればパンツ一丁とかで、うん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 、乗ってた方がいいです、誤差がないので、あ、はい、はあ、なる、そう、あ、朝起きてすぐだったら、はい、もう本当にもうトイレも行く前だから、はい、もう毎日だからこれ条件は一緒、はいはい、で毎朝起きてすぐ体重測るって意識があれば、はいはい、前の晩も、はい、
ラーメン目の前にしててもいやちょっと食べないこう、あ、そうですね、なるわけね、ブレーキがちょっと、はいはい、なるかもしれない、アイスクリームちょっと、はい、はい、俺あの昨日もちょっとソフトクリームブルーシールで大根を待ってる間にソフトクリーム食べちゃったけど、あれあ食べないでおこうってちょっと我慢できるわけね、はい、うんうんうん、まあ、そうだね、そうですね、うん、測ってた方がやっぱりそういう意識は出てくるもんね、でなんかあの、うん、ダイエットって1日で口から入れるカロリーと、うん、あと1日で使うエネルギー、うん、あ、うん、使うカロリー、うん、でまあ使ったのがちょっとでも多ければ、うん、ここで朝と朝でちょっと体重が落ちてるはずなんで、ですよね、はい、まあ、こんな足し算引き算の算数的な感じっていうのを分かってはいるんだけどね、分かってんだけどあれ気がついたらあれさっきチョコレート食べたなとか、はいはいはい、あポテチ開けちゃったなとか、うん、それもう戻せないもんね、あるんだよな、でも気持ちは分かりますよ、あの自分ビール飲みながらやっぱりポテトチップスとか、うんうんうん、まあフライドポテトとかもやっぱり止まらないので、うん、食べちゃいますもんね、飲んでたら、はい、もう食べるけど食べたのはもう食べたでしょうがないから、うんうん、さっき言ったみたいに、はい、また調整、翌日この3日ぐらいで調整していくと、うん、で一番大事なのがもうこのあやっちゃったってあんまり罪悪感持たない方がいいです、持たないね、はい、もう楽しんだって、思うのも一つ、いいですよね、これ、実はあダメだダメだって思いながら食べてる人って結構いらっしゃって、でダメなんだけど同じカロリー取ってるんですよ、うん、でこれで心が満たされなくて、うん、この心を満たす手っ取り早い手段としてまた食べるっていう、ま、あの人結構あの負のスパイラルにはまっちゃう人が多いんで、もう食べたらもう楽しんだ、あーしゃもう心が満たされたって言って、もう次の日に切り替えてコントロールした方がうまくいきます、結構、ね、心理作戦もかかってるわけね、もう本当に一番根っこには、うん、心の、うん、人間って結構体と心つながってるんで、うん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 、やっぱりこうやって自分が自分を否定し、してしまうとかいうところも結構その根っこには隠れてたり、過食のね、うんうんうん、食べ過ぎの根っこに隠れてたりすることもあるので、はい、食は大事ですからね、そうですね、人間にとってね、はいはい、食って人を良くするって書いて食じゃないですか、うん、ね、うん、そうだね、とっても大事なものですからね、わかりました、うん、はい、一旦ね CM 入って、はい、また後半にね、はい、さらにまたいろいろ質問とかありましたらまたねその間にお願いします、はい、CM どうぞ、はい、測ったら軽くなるじゃないですか、うん、多分その時が一番軽いんで、うん、人に言う時はその体重でいいんじゃないですか。あ、まあね、人に言う時は、そうそうそう、目的を分けて、まあ1日体重何回乗ってもいいわけだからね、はい、そうですそうです、うん、はい、ただそのダイエットプログラムとしては同じ、はい、まあ、朝起きてすぐ測る条件としてやった方がいいんだよね、痩せたかどうかを、確認する目的で乗るんであれば、うん、その朝一番っていうのがいいです、はい、あ、ディーゴさんがそういえばコイン入れてくれてます、2つもありがとうございます、あ、コインありがとうございます、うん、ありがとうございます、いいですね、みんなコインくれる、33名になってる、ありがとうございます、はい、はい、レッツ深呼吸ね、おなじみの B サイドからお届けしてますけど、うん、僕とチーカーがね、うん、ツイキャス見てる方はあれと思ってるかもしれないですけど、実は先週から興南高校を応援しようということで、高校の、ね、第99回の高校野球、うん、興南高校が優勝しましたんで、甲子園が終わるまでこのタオルをね、ずっと首からかけて応援しようと思ってやってます、はい、ね、今日も本当に中村さんからダイエットの話いろいろ、ねね、伺ってるんですけど、うん、実は僕の、友達で、うん、多分これ間違ってんだろうなって僕いつも指摘するんですけど、いや本人は痩せるためにやってんだっていうのがあって、はい、それ何かっていうと、うん、まあ、一緒によく飲む機会が多いんですけどね、はいはいはい、飲んだ後に、はい、運転代行も呼ばないで、はいはい、タクシーにも乗らないで、はいはい、結構な距離歩いて帰るんですよ、お、はいはいはい、酔っ払って危ないじゃない、危ないです、で僕は以前聞いた話では、はい、
体内にアルコールがある間は、はい、代謝が悪いから、うん、あの脂肪燃焼しないって聞いたことがあって、でそれを彼にもあの今歩いてても意味がないよという話をしたことあるんですけど、これ合ってんですかね。そうですね、一応基本的には、まあお腹が空っぽの時、はい、まあ要はご飯食べた後って血糖値って上がると思うんですけど、はいはい、血液の中に糖分エネルギーがある時は、うんはい、この糖分からエネルギー使われちゃうんですよ、うん、だから、その血糖値が落ちる大体2時間後ぐらい、うん、お腹がちょっと小腹が空いた時ぐらいの運動が、うんまあ、脂肪蓄えてたエネルギー源を出すのが効率がいいっていうことをおっしゃってるんだと思いますけど、多分そういうことですよね。あ、それ、うん、それもあると思うんですけど、はい、あの要は体中にアルコールが回ってる時は、あ、はいはい、あの代謝、はいはいはい、この脂肪燃焼しにくいっていうふうになんか、うん、過去にこう聞いた覚えがあって、はいはいはい、だからアルコール入ってる時は、まあ、多分アルコールも運動しても食べ物も多分そう、うんうん、そういうことだと思うんですけど、はい、あまあ、うん、血中に空腹時じゃないからっていうことで、ああなるほど、はい、そういう意味だと思います、はい、あへでもまあ意味ないことはないかもしれないですけど、うんうん、まあその労力とあのやっぱエネルギーは使われはすると思うんですけど、うんうんうん、まあ労力とこの危険度から言ったら普通に帰った方がいいかもしれないですね。わかんないけど帰った方がいい帰って寝た方がいいもんね。いいかもしれない。 それが一番ですね。酔っ払ってフラフラして車にね当てられたらもう、 そうですね、それこそね、うん、もうダイエットどころかもう大変な状態になる、うん、翌日ちょっと気をつけるとか、うん、もう、うんうんうん、した方がもしかしたらあもう先ほどから中村さんがおっしゃってるように、はいはいはい、翌日からまあ3日間ぐらいでプラスマイナスプラスに多分は、はいはい被災していくみたいなね、はいはい、無駄ではないと思います、うん、あ無駄ではないですけどね、まあなるべく、ねはい、健康を安全に、はいはい、安全に、はい、痩せるためにも、はいはい、酔っ払った時は、ね、千鶴屋して、無理して帰るんじゃなくて、結構意外に運動で使われるカロリーって少ないんですよ。そうなんですよね、はいはい、うんうんうん、あそうなんですよ。うん、そうなんですね、はい、やった感はあるんですけど、うん、例えば、まあ、30分ウォーキングしてだいたい100キロカロリーぐらい、うんまあ、ご飯の茶碗の、まあ、4分の3とか半分ぐらいのカロリーしか消費できてないから、うん、結構、まあまあ、運動も大事なんですけど、まあ、口から入れるものをちょっと気をつけるだけでも、うんうん、そっちを重視した方が、あ、そっちの方が効率がいいかもしれないです、うんうんはい、運動をもともとされてる方はやっぱ運動はやった方がいいと思うんですけどね、うん、食べ物を、は変わらず運動だけで痩せようっていう人は結構、うまくいかないことも、うん、多いです、 そうですよね、これも、これも過去に経験しました、はい、本当に我慢しなくていいんだよっていうダイエットをおっしゃった時に、それよりは腹筋とかその朝のウォーキングとかでそういったのやりなさいって言われて、で筋トレとかもいろいろやったりとかしてやってたら逆に体重上がっていくわけよ。なるほど。で、まあ、筋肉がついてるから最初は体重上がるけど、そう筋肉がつくってことは脂肪を燃焼する代謝が上がるから後々減っていくよって言われたけど、一向に減らないわけ。あーそっか確かに筋肉はついてたけど、うん、一向に減らないなと思って、うんうんうん、で、まあ、最近というか、まあ、よく聞くのが、うんうん、やっぱりこの食べ物で調整した方が運動よりはいいって、うんうんうん、やっぱりね、それが早い優先順位はそっちからがいいと思います。でそれが、まあ、本当に自分がやりたい方法で痩せていいんですけど、うん、でこの体重で検証したらいいですね、うん、人によって全く合ってる合わないがあるんで、うんはいはい、運動が好きな人は運動を取り入れながらやった方がいいし、うん、ただ体重測っとけばそれがうまくいってるかどうかが分かるじゃないですか、うん、みんな同じってことはないので、うんはい、そっかそっか、はい、まあね、食事も大事だし、うん、また調理方法で、はいな何をこの調味料に使うかによっても、はい、違ってくるっていうのが、うんうんうん、先日これもガストでね、はいはい、ガストで食べに行ったら、う
あのこの豆腐のね、うん、まあ、なんとかやっこっていうのがあって、冷ややっこじゃなくて冷ややっこのなんかこうちょっとアレンジされたものがあって、で、もう片方に、あの春巻き、このあ油で揚げた春巻きが 3本のこの絵があるわけ、春巻きの方が、260カロリーぐらいだったかな、で豆腐の方が320とかってカロリーがあれって思って、なんで揚げ物があの低くてさ、豆腐が高いんだろうと思って、でもその時もう豆腐食べたかったから、あれおかしいなと思いながらでも注文したわけ、で出てきたら、その豆腐にね、そのラー油がかかってるわけさ。ああなるほど、はい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 、このラー油のせいだと思って、ですよね、そう思います。美味しかったんだけど、はい、いや謎が解けたわけさ。あ絶対あの春巻きの3本の方がカロリー高いと思ってたんだけど、油揚げになってるし、やっぱりそのね、はい、よくサラダでもごま誰よりはね、和風ドレッシングの方がいいとかって言うじゃない、はい、同じサラダの量を食べててもこのドレッシングでカロリーが変わったりするんです。変わります、はいはい、サラダはもうよく皆さん、あの勘違いでもう、サラダ食べてるから結構いいぞって思ってらっしゃったりしてあれなんかおかしいなと思ったらごまだれね、あの大さじ1杯で90キロカロリー近くあるんで。そうなのごまだれ大好き、ごまうまいのにね、ごまだれ大好きなのに、ね、あれどっぷりかけたらもう結構やばいっすね。あらもう何でも冷やし中華にもごまだれかけたりとか結構おいしいっすもんね。 あれドレッシングはじゃあやっぱり和風がいいんですよね。和風とかノンオイリーとか、あシソのドレッシングもね。そうです。で、あとポン酢とか、ポン酢がもう一番カロリー。ポン酢は美味しいから。美味しいですよね。あ、ポン酢がいいんだ。はい。酢もいいんですよね。酢もいいです。酢もいい。なんか酢関係ね。あの油の量なんですよね。油が結構多かったりするとやっぱりカロリーが上がるんですよ。これもテレビで、はい、あの見た情報なんだけど。はいはい、マヨラーがいるじゃない、マヨラー、あー、はい、何でもマヨネーズつけてた、あのマヨネーズってそんなにカロリーは高くない？いや結構あれは高いですそう、はい、あれ何の情報だろうこれほとんど油です、あれ、何割だったっけ、聞いたことある。卵からできてるでしょ、うん、卵と、まあうん、油を結構油を入れてるので、油が結構他の栄養素よりももう圧倒的にカロリーが高いんですよ。でカロリーが高いものはほとんど油が多く入ってったりするんで、あじゃあこれは間違った情報でした ねマヨネーズは意外と太らないんだよって聞いたことはあるもん、確かに。あそっか、うん、あそう、やっぱ油が多いんですね。油が多いのはやっぱカロリーが多くなりがちですね。まあ、ああいうファミレスとか行って、はい、まあ、ガストとか行ったら、はい、勉強になるね、全部ね、うん、表示されてるからね。絵を見たらさ、はいはい、この絵とこの絵で、うん、絶対こっちの方がカロリー高そうに見えるけど、はいはいはい、低かったりとかさするのがあるから、はいはいはい、まあ、あれはね間違った表示してないと思うし、はいはいはい、あれ見ながらねやっぱり、うん、勉強のためにもね見て食べて意識しますよね、やっぱカロリーが書いてあると、だいたいこのぐらいなのかとか、うん、だからもう最近ガスト行くとそれ見るようにしてる。わかる、見ちゃうよねついついね。で、はい、冷麺がうまそうな冷麺があったからさ、うん、この冷麺どのぐらいカロリーあるかなって結構カロリーあったから、はい、でカロリーオフの冷麺ってあるわけさ、はい、これを麺を変えるだけみたいな、こんにゃく麺に変えるのかな、はいはいはい、だったからあこれはカロリー低いんだと思って、でそっちのを頼んだわけ、はい、その前に過去にこの普通の冷麺食べたことあるから、うんうん、めちゃうまかったから、うん、あでもカロリー低め の、うん、この麺に変えてみようって言ってオーダーしたら、うん、あ一応小さな努力をやってるんだね、リクさんも、ま、惜しくなかった惜しくなかったでもやっぱ食べたいよね、カロリー高いのって美味しいんだよね、美味しいな、もうでもね美味しいものを食べて、うん、他で調整した方がうまくいくかもしれないですけど、変な話、はい、あれですか、ダイエットカウンセリングやってるんですよね、はいはい、中村薬局では、はい、なんだろう、やっぱ食べ物で改善していくのも分かるんですけど、はい、
太りにくい体質を作るみたいなのとかは、はい、どんななんです？まあ、太りにくい体質を作るというか習慣、まあ、やっぱ習慣か、習慣作りになるのか。そうです、うん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 、習慣を、まあまあ、体質って言ったら、まあ、要は筋肉をつけたりとかっていうのもあるですけど、うんうん、まあ、習慣を、まあ、変えるって結構簡単そうで難しいかもしれないですけど、うんうんうん、ちっちゃい習慣やっぱり毎日のことなんで、うんうんうん、習慣を変えるだけでもだいぶ違いますね。例えば間食をしない習慣作るとか、うんうん、あとは早食いしないとか、うん、ちゃんと噛むようにするとか、うんうん、ちっちゃいことなんですけど、うん、毎日のことなんで、うんうんうん、やっぱりちっちゃい習慣でも習慣づくと、うん、結構太りにくくなったりします。うーん、うん、そっかそっか。じゃあ、はい、体質を、そういう体質を作るっていうよりそういう習慣をもう心がけて、うん、もうそれを基本的にやっていくっていう感じにした方がいいってことですね。そうですね、うん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 。まあ、可能とは思いますよ、体質っていうか、うん、まあ、そのやっぱ、うん、でもまあそうですね、うんうん、習慣かな、習慣か、うん、やっぱりまあそうですよね、はい、そんなうまい話じゃないですよね、うん、そうですよね、はい、まあいろいろね、タレントさんとかの話聞いてても、はい、もうガクトなんかも全然炭水化物食べないっていうし ね、 あね、うん、はい、でも沖縄に帰ってきたっていうか、はい、沖縄に来た時は、うんうん、はい、ある店の焼きそばとか食べるっていうんだけど、だからもうそれもう年に、はい、その1回を楽しみにしてるとか、うーん、すごいですね、すごいよね、はい、すごいですね、でもそこまでしてたらもうあんまり食べたいってね、どんなにうまいんだって感じだよね、うん、もう1年に1回の焼きそばは楽しみにね、美味しそうですねそこまでできないけどね、はい、これがもう習慣づいてて、そんなに食べたいって思わなくなるのかな、こういうのって、なるんですかね。そうですね、でもね、ストイックが好きな人もいるし、うんうん、まあ自分はどっちかというとストイックではない方なんで、うん、まあ、ね、人に合わせて、だからこのうまく、うん、自分の個性を分かって、うんうんうん、長く続く方を選んだらいいと思います、ね、うん、うん、まあ、今日の放送を聞いてね、はい、この夏はビキニ着て、はい、くびれを見せるんだっていう、うん、思ってる女子の人たちには参考になったでしょうか、ね、さっきカリンさんからメッセージで、はい、激太りしたキャラヤ、ん、あ、じゃあ激太り、ね、そうだ、キャラヤってマレアキャリーに一言お願いしますって言ってました。なんか120キロまで行ったとかって、ね、そうなんですか、結構太ってたね、マレアキャリー、あ、そうなんですか、うん、ねえ、はい、いや、一言アドバイスって食べるなって言って、いやって言われてもね、もうマライア・キャリーの歌大好きなんで、うん、大好きです、はい、ありがとうございます、はい、あ、でも優しいな、ね、中村さんは歌ったらカロリー結構消耗するもんね、はい、そうですよね、カラオケで、うん、カロリーも出てくるじゃん、はい、何カロリーとかって、はいはい、あれは確かにガーって歌った時は、はい、うん、お腹もすくし、うんうん、なんか腹筋もね、はい、腹式で使ってるような感じで、はい、なんかカラオケってダイエットに良さそうな感じしますよね、いいですよね、またあと発散されるんで、うん、結構ストレス発散みたいなのもあるからいいかもしれないですね、そっかそっか、それも、ね、はい、原因の一つですもんね、はい、太る原因のね、そうですね、確かに確かに、うん、ストレスを補うためにバーって食べるよりは、はい、そういう気持ちよくストレス発散した方が、はい、だからそういう趣味も持つっていうことも大事になってくるんですよね、はい、うんうんうん、いいと思います、はい、何もないからもうイライラして何か口にするとかじゃなくて、はい、食べる方法じゃなくて歌うっていうことで発散して、うん、っていう意味ではダイエット的にもいいと思います、いいですね、はいはい、自分を大切にしてあげることなんだね、うん、ダイエットはね、うんうんうん、そうです、あ、俺自分大切にしてないんだね、結構お酒でいじめてるじゃん結構お酒でいじめてるかなねえ、うん、お酒好きなところはちょっとやめられなかったりまた変に料理も細かくこう、はい、最近はいろいろ料理レシピも増えてきて、うん、自分でおつまみ作ったりとかして、うん、あ、この出来はみたいな感じで満足してるからねでも自分で作るんだったら逆に調節できるじゃないですか、うん、調味料とか、いや、そうじゃなくてやっぱり、うん、量を作っちゃうんだよね、あ、そういうことか、うん、で、あ、そうだね、一人分って難しいもんね、残したくないからさ、もう全部完食しちゃうし、あるな、ね、ちょっとまだまだ
道は遠いな俺は、うん、まあでも多分本当にさっき言ってたみたいに、はいはい、1日の初めに1日1回は体重計乗るだけでも本当に変わるかもしれない、はい、それはやります、うん、はい、これはねすぐできる、うん、はい、まずはできることから、うん、それだけでもでも多分ね変わると思う本当に、ね、起きてすぐね、はい、パンツ一丁になって、うん、そうそうそう、ああ出すもの出す前だよ、はい、起きてすぐ、はい、うん、OK、あとは翌日ですね、うん、あの食べても OK って思うことも一つです、うん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 、あ食べても OK、うんうん、よし食おうぜ、思って思うと自然と満足するんで、あ、はい、でまあ本当に欲しいものを食べる、でちょっと食べる前に自分にちょっと聞いてみてくださいね、本当に欲しいかな、いやもったいないから食べてるなとか、あうんうん、残すのがもったいなくて食べてるなだったら箸置いてとか、うんうん、本当食べたいかなとかってちょっと考えてみるのも、うん、よくあるねそういう時ってお箸置いて一言ごちそうさまって言うだけでも変わりますよ、うん、あそうそうそう、声に出してごちそうさまって言ったら、うん、なんか自然とあまり食べる気なくなるよ、またいただきますって言わんかな俺いや待って待ってよ、家になる食欲旺盛ごちそうさまでしたはいまたいただきますもうダメだ手遅れだいやねバイキングもね本当にあれは鬼だよね、あバイキングね、うん、うん、楽しいもんワクワクするもん、はい、あるある、うーんセーブしてるつもりなんだけどね、うん、いやついつい、はい、ねお団子とかケーキまで行っちゃうんだよね、うん確かにソフトクリームまで行っちゃうんだよ、 あのバイキングを、はい、ああそうですよね、行っちゃうね、もう見たこと普段食べないようなものがあると結構食べちゃいますもんね、せっかくドリンクはさ、うん、ウーロン茶とか、うん、炭酸水で我慢してるのにさそれ行っちゃったらおしまいだろうと思いながら、うん、もう食べてんだよね、はい、ミキさん甘いの好きだからね、そうお酒も好きだけど甘党でもあるし、あそっか、中村さん甘いものとか食べます？甘いの食べるんですけど、うん、まあ例えばお酒飲むんだったら甘いの控えるとか、あなんかどっかで調整してます、あの、うん、俺ができるからね、はい、まあ食べないってわけじゃないんだけど食べます、うんうんうん、その日のなんだろう、この例えばお酒飲むんだったらこういうのは控えようちょっと控えようとか、はい、やっぱそういうのが頭にあるんですね、うん、はい、俺の場合調整自体が間違ってんだよ多分前の日あの目いっぱい飲んで食って、はいはい、翌日調整しようと思って、はい、もう一食食べないで、お昼も食べなくて、うん、で2時3時ぐらいに、うん、あのローソンかファミマ行って、うん、あのスイーツを 2,3 個と食べるわけさ、あ調整してるつもりなんだけど、うん、意味ないね、これでも中華でも分かる調整になってないねこれね、いや循環だこれ、最近のコンビニってスイーツがめっちゃ神ってるわけよ、あ分かる、これはね、プロのスイーツ屋よりもいいじゃんと思うのは、めっちゃ売ってるからさ、あれやめてほしいね、うん確かにね、売ってるから買っちゃうんだよね、誘惑半端ないからね、もうしかもレジの近くにもう見えるところにあるからさ、もうついつい取っちゃう、うんね、手にしちゃうね、うん、もう大福とかも好きだしさあかんもう絶対帰り行くよねで最近ね、うん、あの生のどら焼き、はい、中にクリームが入ってるやつとかめっちゃうまいのがあるわけ、はいはいはい、分かる分かる、はいはい、でも本当にね、うん、やめてほしいよねまあだから食べないってわけじゃないんだよ、食べてもいいけど、うん、まあ調整しながら、うんってことだよねまずは体重計乗るところから、うん、始めます、はいうんはい、あと行った方がいいよ、はい、カウンセリングも中村英局に、はい、ね、うん、ぜひください、はい、寄らせていただきますはい、と、はい、いうことで、はい、なんやかんや言いながらもうあと数分なんですけど、はい、何分あと3分15秒、うん、中村さんなんか言い忘れてる、あ、うん、でも中村薬局 の、はい、場所とか、ね、電話番号宣伝してないじゃないですか、はいはい、大事な、はい、中村薬局が、335線の330の普天間流坊あるじゃないですか、はいはいはい、あそこの流坊から、那覇向け、うん、沖銀向けに3軒目が、中村薬局です、うんうん、普天間市場入り口のバス停前になりますね、うん、で電話番号が、はい、098-892-2240になります、はい、で、営業時間は日曜以外は朝9時半から、夜の8時まで営業してますんで、うん、よろしくお願いします、
またね、フェイスブックで、人弁の中村で、正宗さんは大将の将に、宗教の宗、正宗、さんで、フェイスブック検索していただいて、メッセンジャーで問い合わせしてもいいですね。よろしくお願いします、あとツイッターと、ブログ、ホームページもやってますので、よろしくお願いします。まあね、何でも相談できる薬局っていうことなんでね、いろいろ相談に来て、もらって、ね、もう健康相談も皆さん、受けてますので、よろしくお願いします。中村薬局さん、あの場所に相当もう何年になりますか。そうですね、実は今年で創業50周年なんです。50年すごい、うちの半世紀やね、父親が初代なんですけど、いや古くからあるなっては見てたけど、やっぱ50年なんですね。50年で、今の場所は移転して3回目なんですけど、今の場所来ては結構長いですけど、もう最初から創業からしたら50年になります。すごいですね。で、普天間 の郵便局に入る道の角ですよね。そうです、そうです、で、バス停の小僧寿司の向かいですね。向かいです。わかるんだ。いや、小僧寿司だってもういないギネマンシュ、小僧寿司ってまだあったんだなと思って。だからあるんだね、今だから久しぶりに聞いたそれ。あるんですよ、ちっちゃい頃から。自分が小さい頃からあります。ぜひ、ね、中村薬局さん、ぜひ中村さんググってみて、まあ、漢方によるダイエットとかね、いろいろダイエットアドバイスしてますんで、皆さん気になる方はご覧ください。それでは FM ギノマン列深呼吸、この放送はベアガーデン B サイドワインバーセントマリノプレミアムウォーターの提供でお送りいたします。お送りいたしました。今日も神々ありがとうございました。どうもありがとうございました。また来週。また来週。